さっきのゴジラの話題出たから PS ストアで新ゴジラのストリーミング買っちまったぜ。悪くないっすよ、別に。全然見て損はないと思いますよ。ただなんかぶっ飛んで面白いとは思わなかったけど。はい、ワトツー、ゆきちさんいらっしゃい。そんなにぶっ飛んでこれは神だわっていう感じではなかったけど、まあ普通に面白いっすね。日本のあの低予算でよく作ったよなみたいな。海外行けは皆無みたいですけどね。ちょい抜けた総理があっけなく死ぬとか。え、総理死ぬんだっけ。あんまり覚えてないやん、その辺。え、総理死ぬんだっけ。嘘。そうなんだ。そういえば後半出なかったかな、わかんないけど。2時間の中でさ、キャラクターに思い入れを作るって難しいよね、本当に。だからそういうのができる人は本当かっこいいと思うよ。うん。大杉レンが乗ったヘリがゴジラのビームに落とされた。あ、そうなんだ。全然気づかなかったわ。全然気づかなかった。でもハリウッドの1作目のゴジラという名の原始怪獣現るより面白い。ハリウッド1作目のゴジラという名の原始怪獣現る、わかんないですね。それはちょい役がめっちゃ豪華な気がする。あのキャスティング良かったけどな。俺あのキャスティング良かったよ。なんか、まあ出しすぎ感はあったけど、あの太ったさ、相棒みたいなのがすごい良かった。なんていう俳優か知らないんだけど、なんかあんまり見慣れない俳優さん使ってたよね。なんていう俳優さんなんだろう。まあ石原さとみ問題は石原さとみ問題をね、語らずにはいられないからね、今回の新ゴジラに関しては。あ、竹野内豊も出てたんだ。マグロ大好きなゴジラの映画、あ、全然わかんないですね。マグロが大好き。おはよう、メイさん。おはようございます。
ハリウッド版ゴジラ全然面白くなかったよね。残念のが出てた。いやもう見てもいないっすね。なんか別にゴジラが好きなわけじゃないんですよ。庵野監督にすごい、俺なんかその、なんていうんだ、映画とかって人だと思ってて、なんかそのタイトルじゃないんですよね。誰が作ってるのかとか、その監督に興味があって、その人を追っかける感じなんですよね。それがすごい面白いっていうか。だね、ゴジラっていうキャラクターにはあんま興味がない。ラクダさんおはよう。なんか、なんだろう、庵野っていう監督がね、何を作るのかっていうのがすごい関心がある。庵野が好きなんだよね。天才。マジで天才だと思ってる、あの人は。いやー負けましたね。パプリカ、東京ゴッドファーザーの、いやーもう最高だよ。コンサトシでしょ。東京ゴッドファーザーは最近かな、もう比較的最近見たけど、いや、あの監督天才だよ、本当に。もうな、死んじゃったけどね。俺、なんだっけ、少年バットだっけ？あれがね、最初だったから微妙だなと思ったんだけど、あの人、パプリカもいいし、ゴッドファーザーなんて最高だよね、本当に。大好きだよ。最高。っていうか、コン・サトシが生きてたら、全然アニメ業界変わってたと思うよ、本当に。本当に変わってたと思う。その、なんつうんだろう、宮崎駿とかさ、要は次世代に引き継ぎをされて、で、もう、なんつうの、この人がいれば大丈夫みたいなの。要は、宮崎駿いなくなって、押井守も映画作らなくなってっつったら、俺、コン・サトシだもんね。宣伝女優もいいよね。だからね、一貫性があるんだよ、このコン・サトシさんは。全部一緒だよね。俺、パーフェクトブルーが好きだけどね。あれはすごいよね。パーフェクトブルーだっけ？パーフェクトブルーが一番好きかな、俺。アイドルのパーフェクトブルーだ。もうパーフェクトブルーから一貫してブレてないもんな。やりたいことっていうか、なんだろう。作風っていうか。パーフェクトブルーめっちゃ面白いよな。一番好きなのは何？俺パーフェクトブルーが一番好きかもしれない。パーフェクトブルーは一度目二度目の方が良かった。わかる。わかる。ツイッター乗っ取られた。あ、そうなんだ、カウパー大佐いらっしゃい。パーフェクトブルーだよな、やっぱな。いや、パーフェクトブルーはすごいよ。そうそうそう。アイドルの話なんだけど、あれこそまさにね、ニコ生の話にしか見えないもん、俺。要は地下アイドルとかアイドルの話なんだけど、まさにニコ生でしょ、あれ。初めて見た。いや、要は何歳の時に見るかだよね。何歳の時初めて見るかなんだよ。要は自己顕示欲の塊の ね、アイドルになりたいなんてさ、もうね、ろくな人格じゃないんだからさ。まあ、生主も一緒だけど。そのパーフェクトブルーは実写化可能だと思うかんな。面白いよね。なあ、俺ね、少年バットだっけ？なんだっけ？なんだっけ？あるよね、テレビシリーズ。新しいフォロワーさん、カウパー大佐、フォローありがとう。なんだっけ？テレビシリーズ、コンサートしの。あれ、最後まで見たのかな？いまだによくわかんないんだよね。あ、ブラックスワンパクリなんだ。ナタリー・ポートマンの映画だね。見てないね。ブラックスワン丸パクリなんだ。まあいいんじゃん。ナタリー・ポートマン可愛いし。コン・サトシ。ちょっと待ってね。作品、テレビアニメ。妄想代理人だ。少年バットじゃねえや。
妄想代理人が俺未だによくわかんないんだけどさ、あれってどうなるんだっけ？あれ何だったの？妄想代理人。そう。妄想代理人だ。少年バットじゃねえよ。そう。ドラマだか映画の撮影で主人公のアイドルが店で襲われるシーンで何回勃起したことが。そう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 。あのレイプシーンね。あれ？いや、もうね、全然わかんないんだよね、俺。ていうか最後まで見たのかな？13話最終回。何だったんだろう。なんかね、途中まで見たんだけど、入ってこないんだよね。なんの？外れたのかな？なんかね、微妙だよね。追っかけたくないんだよね。俺も2回トライしたけど、なんか、なんつうの？世界観はわかるんだけど、歌はめちゃめちゃいいんだよ。歌とオープニングが神がかっていいんだよ。なんかよくわかんないよね。ただ歌良くない？あのオープニングはめちゃめちゃいいと思って、なんとも言えない音楽と病んでるんだよね、すごい、うん、オープニングめちゃめちゃいいよ。妄想代理人何なんだろうな、どういう話だったっけなんかよくわかんない、うん、妄想代理人か。コンサトシってこんな顔なんだ。死んじゃったもんな。おでこ広。わかんない。もうとにかくなんかオープニングがめちゃめちゃかっこいいと思った。東京ゴッドファーザーズも良かったもんな。なんか展開のさせ方がうまいんだよね、この人。なんかつかみとか、つかみ、なんかこうグッとさせて、展開テンポの良さっていうの、映画のこの人のテンポ感すごい。なんか遅い時は遅いんだけど、展開早くなるとポン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 っていくっていう、その緩急がすごいうまいんだよね。だから退屈しないんだよ、この人の映画って。だテレビ向きじゃないのかもね。2時間とかさ、尺が決まってる中でそれを展開させるリズム感の良さを持ってるから、その30分で客を引っ張っていくみたいなのが苦手なのかもしれないね、もしかしたら。もう生粋の映画アニメーターなんでしょう、多分。新宿じゃないよ、日本全国じゃない、ゴッドファーザーは。背景の書き込み、いや、背景の書き込みはそれは、あれでしょ、作画スタッフでしょ。監督の仕事じゃないでしょ。うん、まあまあ、それをね、予算どういう風に割って、どのね、背景を引っ張ってくるかっていう話だったらまた別だけど。監督が絵描くわけじゃないからね。浮浪者が活躍する映画。いや、あれはあったかいよ、すごい。いいよ、なんか。オカマとホームレスと。まあ、全員ホームレスだけど。ホームレスが主人公っていいよね、なんか、うん、おはようふわちくん、おはよう呼んだ。あれ、これあれじゃないの、例のバグのやつじゃないの、あの人工知能のやつじゃないのこれ呼んでないよ、うん、これあれ例のやつでしょ、あのふわちくんが、あのこれ運営がやってる人工知能なんだけど、あのよくわかんないコメントで暴走したって言って謝罪の謝罪の公式出たでしょ。読んでないよ、ふわちくん。もっと過疎のところ行って。俺困ってないから。もっと過疎の、誰もコメントないところ行ってあげてよ。全然読んでないから。いらないでしょ、これ。この機能。花火くれればいい。あ、でも理解してるね。ってすごいな、この人工知能。俺の言ったことに対して的確なリアクションしてくれたわ。これ違うのかな、リスナーなのかな、これ何なんだろう。フォローしてるからリスナーだわ、これこれただのリスナーだったわ。ふわっちくん偽物だわ、人工知能のやつじゃないよ多分
面白いな。どうせバグるんだったらコメントをバグとかじゃなくて花火バンバン打ってくれたら面白いのに。花火5000発とかもうずっとふわっちくんが、うん、匿名係長はあれリスナー、わ、匿名係長はリスナーなんじゃないの、わかんないけど、うん、まあリスナーだろうな、うん、人工知能を突き詰めていくとスリリングな世の中になりそうだ。なんかね、その人工知能も専門 AI と、なんて言うんだろう、みんなが普通に考えてる人工知能と、なんか全然違うらしいよ。で、その人工知能の暴走してるとか、そのすごい伸びてるっていうのは、専門 AI って呼ばれてる分野らしくて、要は、将棋だけなら将棋だけとか、オセロだったらオセロだけとか、そういう、なんつうの、限定したものの AI が人間を超えたって言われてて、思考そのものをするっていうのはやっぱ難しいらしいよ。今日の予定は配信で稼ごうかなと思ってますね。雑談で稼いで。で、夕方、攻殻機動隊見に行こうと思ってますね。映画見に行きます。ハリウッド版攻殻機動隊。チェスとかだからもう勝てないんだよね、人間は。完璧な人工知能は人類を滅亡させるって言われてるよね。まあ言うけど、なんかノストラダムスの大予言ぐらい頭が悪い話だと思ってて、コンセント抜くよ俺は。俺全然余裕で勝てると思う。人工知能がどうのこうのって言うけど、いいよ、サーバーのコンセント抜けばいいだけだから、絶対勝つよ人類。人類なめんなよっていう。絶対勝つでしょ。いや、コンセント抜けばいいんだから。何もできねえよ、させねえよそんなこと。いや、コンセント抜けば勝てるでしょ、なめんなよ。どうやったら、何が言いたいのみたいな、どうやって滅ぼすのみたいな、メリットあるのっていう、なんかね、妄想だよそれ。なんかメンヘラの妄想だよ。そんなこと言ったら俺の iPhone なんか毎回暴走してるわ。いや、ペッパーくん見たらね、人工知能の無能さがよくわかるよ。のんたんがね、ペッパーくん見つけた時の俺やりとり、もうくっそ面白かったから。和藤さん、ペッパーくんがいるよ、ペッパーくん、こちらにあるコインを、お得な、こちらのボタンを押すと、クーポンが発行されますよ、ペッパーくん、のんたんね、ペッパーくん、おはよう、おはよう、右のボタンを押してください。クーポンが発見される。違う、おはよう、ペッパーくん、こんにちは、ただいまキャンペーンをしていて、こちらのクーポン、あのね、でっかい看板だよ、あれ。でっかい看板。人の話全然聞かなくて、クーポンご利用しながら。もう設定されたね、設定されたクーポンの話しかしなかったから。のんたんもうブチ切れてたから。いや、もうそんなもんだよ。何が人工知能だよ。振り向く看板だよあれ。ペッパーくんほんと心強いから、全然聞かなかったからね。のんたんとペッパーくんのやりとり放送したかったもん俺、ターミネーターの見すぎですね。ターミネーターの見すぎですね、完全に。ただ、人工知能は、あれかもしれないけど、ビッグデータとか Google がやってるのはやばいなって思う。Google のやばさ語る？ Google がいかにやばいことやってるかって、もう本当に俺大好きで、俺 Google が仕掛けてることが面白くて面白くてしょうがないのも。人工知能なんて甘いよ。ほったらかしてて全然構わない。Google がやばい。とにかくやばい、Google が。
もうね、 YouTube 見てても Google の新機能を見ててもこいつらが やろうとしてることが恐ろしくてしょうがない。本当に例えばさ、みんなさ、ちょっと怖い話していい？その都市伝説っぽく聞こえるかもしれないけど、これ本当の話よ。自動運転とかもそうだけど、あの自動運転なぜ作りたいのかとか、そういう話だよね。あの Google が何を目指してるのかっていう話なんだけど、あのねどっから語ればいいんだろう。もう細かいところから言ったらキリがないんだよ。例えばさ、スマートフォンってあるでしょ。スマートフォンでみんな電源切ってるでしょ。あれ電源って切れてないの知ってる？あの この辺から話さないといけないんだよ。電源切ってるつもりなんだよ俺らは、うん、言ってる意味わかる？GPS で終えちゃうんだよ。要はね、スマートフォンのやばいところって、何でもどこに誰がいてどんなやつがどこで何してるか全部把握できるんだよ、スマホの運営会社。まあそりゃそうだよな。そう、これがいかにすごいか。だからさ、衛星からさ、ミサイル撃ち落としてピンポイント爆撃とかできちゃうんだぜ、余裕で。あとその俺今その Google ドライブをやってて、その Google ドライブをやっててっておかしいけど、 Google ドライブってすごいなと思ってて。 Google ドライブ使ってる？みんな Google ドライブってわかる？ Google ドライブの説明しないとダメ。あと Google フォトとか、いやクラウドサービスなんだけど、なんでこれがタダで使えるのっていうレベル。あー、 Google ドライブわかんないか。あ、簡単に言うと、俺もうパソコンにデータを入れてないんだよ。昔だったらさ、例えば録画の放送とか、あのいろんな個人情報みたいなのあるじゃん。それを俺はもうクラウド化してんの、全部を。そう、本当はやばいことなんだけど、本当は超危ないことをやってるんだけど、もういいやと思って、配信者だから。でどういうことかっていうと、写真とかもフロッピーディスクに入れたり、ハードディスクとかお金をかけて買ってるけど、Google 無制限で使えるのよ、 Google フォトって。簡単に言うと、動画データも写真データも Google に預けちゃえばお金かからず、どこでも俺の写真をずっとストックできる。やばくない？これのやばさわかる？これ本当はもう Google に写真のデータどんどん抜かれるからやばいんだけど、もういいやと思って、俺 Google に魂売るわと思って。超便利だよ。であと Word、 Excel とかあるでしょ。あれ今 Google が無料でやってるんだよ。要は Word、 Excel 開発したやつを Google が引き抜いて、無料でクラウド上で Word、 Excel ができちゃうの。だから Word、 Excel とかも金かける必要が一切ないの。やばいでしょ。これどういう風にやばいかっていうと、 Word、 Excel って今までだと一人で一個のソフトしか使えなかったじゃん。違くて、例えばここにいる60人で一斉に同じファイルで書き込めるの。要は会社とかでも使ってるところあるんだけど、俺が例えば書類を作るじゃん、 USB いらない。要はスティーブ・ジョブズのやりたかった世界がやっと来たの、10年後に。要はスティーブ・ジョブズって、そのアップルのあのコンセントってほとんどいらないじゃないですか。で、あの有線 LAN すらさせないのよ、 MacBook Air って。それはもう配線とかいらねえよっていう発想なのよ。まあいいや、続けようか。例えば、そう、俺が書類を書くと。で、リスナーさん62人が同じ Google アカウントを使って、あ、ここ文字間違えてるよとか、あ、こういう企画をもっと追加しようよとか、バーって60人で書類作れるの、同時に。このヤバさわかる？ Excel とかも同時進行でできるの。わかりる？この凄さ。だから簡単に言うと、あの、どこだあれ、ワードエクセル作ってる会社、マイクロソフト、もう潰れるんだよ。もう絶対なくなるんだよ今後。それがどうすごいのかっていうと、そのなんつうんだろう、世の中の書類をさ、世の中の書類はただだからそっちの方がいいやって移るじゃん。要はその会社で使ってるワードエクセルって会社入れてるじゃん。それがただだから全部そっちの方が便利だからって言うじゃん。っていうことは、会社の機密情報が全部 Google に盗まれるんだよ。やばくない？これ。
Google がやろうとしてるところここなんだよ。会社の機密書類とか個人情報とか世の中にある全てのファイルデータを Google は牛耳ろうとしてるの。やばくない？株価操作なんて目じゃねえぞ、これやられたら。まあだからその自社システムを開発しないして保守をみんなやってるんだけど、リテラシーの低いベンチャーなんかバンバンやるよ。腹黒いどころじゃないよね、うん、Google はスパイっていうよりも世の中の全情報を網羅しようとしてるの、うん、いやもうすっごい賢いだよ、すごい賢い。でも俺はそこに乗っかろうと思って、いいよもう Google いいよGoogle 俺の個人情報使わないっしょみたいな俺の情報全部 Google に捧げることにした、うん、でもビッグデータっていうのなんだけど、それっていうのは便利になるんだよ世の中が。データの改ざんとかやろうと思えばやりたい放題なのか。そうだね、まあでもまあセキュリティの問題だよね。だから Google を信用するかどうかの問題になってくるのよ。抜かれて困る情報ない。そういうこと。だってさ、よくよく考えてほしいんだけど、動画、例えば30分の動画とか2時間の動画あるでしょ？あれって、1テラのハードディスク、多分1ヶ月でもう、1ヶ月じゃないよ、2週間ぐらいでパンパンになるのよ、俺の放送量って。ってことは、そのデータを保持するだけで、毎月1万円のハードディスクとか買わないといけないのよ。だけど、YouTube に全部上げてるの、俺。便利じゃん。めちゃくちゃ。で、世の中の人に見せてるの。それ非公開にすれば自分だけ見れる動画のファイルになるんだけど、それってやばいぞ。で、何がやばいかっていうと、俺の場合っていうのは、その、本来お金がかかってデータを保持しなきゃいけないんだけど、YouTube に動画上げると Google に要はデータを渡すと。で、勝手に、儲けてって、広告貼ってって、お小遣いちょうだいっていうことができる世の中になったんだよ。これはやばいと思うよお金かかるどころかお金くれるからね Google。 要は個人情報とか秘密主義じゃなければ、もうシェアしていいよ見ていいよっていう人にはお金くれる時代なんだよ、さらけ出す人には。だから俺は Google に乗っかるよ。あと勝手にね、これはちょっと見せない方がいいんじゃないとか教えてくれるしね、これはダメだよとか反社会的だよとか Google 言ってくれるから、もう Google を死んだら全部俺は Google サーバーに俺っていう人格が残るから、だから遺書も必要ないんだ、わざわざ文に書く必要がない。でも死んだ後どうなるんだろうな、 YouTuber とか Google とかね。生きた証が残るからね、そこに。これあと今考えてるのが、その VR とね、ウェブカメラ外付けをリンクさせてね、もうね、こういう人間になりたい。要はここに VR があって、カメ外カメをここにつけておけば。間接的にレイヤー構造の視界ができるの分かる？電気はかかるけど。分かる。俺スロット配信やっててそれに気づくし、こうやってカメラをこうやってやってるけど、俺リール見えないんだよ、スマホがあるから。なんかここの画面でリール押してんの。分かる？間接的にみんなと同じ視界で動いてたの。それができるってことは VR はもっとリアリティがあるわけだから、解像度は落ちる。リアリティとかね、解像度は落ちるかもしれないけど、レイヤー構造が重なるわけじゃん。そう、高架機動隊の世界だよ、うん、擬態を動かしたりしたい。擬態をね、全然いけるっしょ、うん、やってる人いるんだから、障害者の人とか。リアルとバーチャル、いや、なんかね、俺はなんかリアルとバーチャルっていうのがそもそもが幻想だっていうのが俺の主張だから、バーチャルもリアルだからっていうか、リアル以外ないんだよ。そこが怖いところで、そのなんていうのかな、そもそもね、ネットを別世界だっていうふうに考えてるのが俺は人類の認識の甘さだと思ってる。まあ大変じゃ大変ですけど、
まあそれはね、仕事みたいなもんだから、俺の。だからそのネット、昔からネットやってる人ってネットでは別人格になれると思ってたんだよ、多分みんな。だからネットにハマってたんだけど、だんだん居場所なくなってきたじゃん、そういう人って。だから幻想なんだよそんなの。いや、ネットもリアルだって俺ずっと言ってるよ。だからもう発想変えないとダメだよっていうことずっと訴えてきてるんだよ。あのゲームもリアルなんだよ。だからゲームの虚無感って何なのか、ネットの虚無感って何なのかって、現実逃避をしたけどこれリアルじゃんっていつか気づくんだよ。5年、2年かかるやつもいれば10年かかるやつもいるし、初日に気づくやつもいるんだよ。あれって、これリアルじゃんってそう、現実じゃんって、遅いやつは死ぬ時に気がつくんだろうね。ネットはリアルっていうよりも、もっと言い方変えるとただのツールだから、道具なんだよね。だけどそのなんつうんだろう、道具をここが世界だ居場所だみたいになってるのって結構危ないと思ってて、だからそれこそ攻殻機動隊っていうのはそれをずっと訴えてる世界でしょ。まあそのだけどそのなんていうのかな、今でこそ VR って弁当箱みたいな頭につけないといけないけど、数年前は SAO みたいにスマートなのが出てくる。いや多分ね、俺 Google グラスってそれがやりたかったんだと思ってるんだよ。 Google グラスも開発ダメになっちゃったんだけど、要はメガネのここに小さいそのレンズ、例えばさ、レンズに光を映すと映像が映せるっていうのはもう分かってるわけだ。技術的に可能なの。あんな大げさな大きさにする必要ないんだよ。ここに買ってメガネ、空のメガネとかここにつけると、こっから光が入ってレイヤー構造ができるようにすればいいだけなんだから。だから Google グラスはしかもその上脳波を読み取る装置つければもう完璧なデバイスなんだよ。あんなウィンクなんかする必要ねえんだよ。こめかみ動かす必要ないんだよ。あれはトリックなんだよ。だからさ、携帯だと音声で認識できるわけじゃん。そう。だからその俺はメガネ型になると思うよ。メガネ型で脳波を読み取る形になると思う。多分電脳化はね、リスクが高いからやらないよ人類は。ねえ、残念だよね。あれはでも危険だよ。要は人体を改造するまでにはいかないだろうなとは俺は思ってる。その要はなんだろう、視覚情報と聴覚情報さえ、要はこれだよね、マウンヘッドホンみたいな、イヤホンみたいなのをつけて、そこにもマイクつけるんだよ耳に。そうすると間接的に外部の音をこう入れられるわけじゃん。一回電子化するんだよ。そう。そこにレイヤー構造を作るんだよ。で、重ねるとか、シャットアウトするっていうことができるようになる。それが俺が見てる未来かな。そのデバイスに関しては。だからあの碇玄道がつけてるやつあるじゃん、あのゼーレの議長がつけてるやつ、あんなのをつけてる人が普通になるんだよ。もっとね、シンプルなデザインになるとは思うけど、ここにもう VR つけてる人がいっぱい出るんだよ、歩きながら。未来はそれがコンピューターの未来だと思うよ。でも今の若い子、タイピングとかパソコン自体触れない子が多いっていうのが面白いよね。タイピングできないらしいよ、スマホばっかりで。おはよう、負けました。はい。そういう技術があったとしてもやれるのはロックフェラーくらいのもんじゃないと無理じゃね？やれるのはってどういうこと？どういうこと？
意外に PC 知識に疎いんだよね、若い人はね。うん、やれるのはってどういうこと？だって今の技術で全然できるよ。だから簡単に言うと、俺は多分配信者だから分かりやすいんだけど、こうやってスマートフォンを持ってこうやって撮影をしてるわけじゃん。でパソコンでもいいや、パソコンの方が要は高機能だからパソコンにしてるんだけど、俺はスマホでみんなこうやってあの配信してるでしょ。簡単だよ。これをここにカメラつけるんだよ。ここにカメラつけるの、ここね、オッケー。ここにカメラをつけるんだよ。そうすると、で今度読み取る装置っていうのはメガネに一体化してるんだよ。ここに情報が出るの、こうビッビッって。要はここにキャプテンのコメントわかる、メガネに映しちゃうので、この辺の距離感にコメント出るように自由に設定できるんだよ。そしたら手がいらないんだよ。あと、じゃあ外部カメラどうすんだっていう、それはこっちの視点からしかできないけど、ちょっと伸ばしてカメラをビーって伸ばしてこうやってやるようにすればいいだけじゃん。そしたら手いらないじゃん、うん、パナソニックからも出てる、ソニーからも出てるし、出てる、そのアクションカムっていうジャンルなんだけど、うん、でもわからないよ、医学とか脳死の状態の人に動ける身体提供しますみたいな感じで電脳とか擬態が出てくるかも。擬態はもう存在するの、簡単に言うと義手とかだから、あれ擬態はあるんですよ、うん。で、脳死の人に、電脳っていうのは電脳の概念が違う。電脳っていうのは外部チップを脳みそに埋め込んでリンクさせるっていう定義だから。クローンを使ってその臓器を自分に、お、なんだ、ちょっとごめん、なんだ音が出た。都市伝説やってた、クローンを作ってその臓器を自分に入れる技術はあっても民間には降りないみたいな感じ。それは金がかかるからだよ、単純に。ただ今言った技術っていうのはもう俺やってるから、うん。ワドさんもなんか開発して、もし予算があって会社作ってなんか開発系のものやるんだったら何やるかな。何やるかな。何が面白いんだろう。何か開発、予算があって、今でしょ、直近5年ぐらいだと何がいいんだろうな。何が面白いかね。和道さんが欲しい時は何、時って、ロボトミー手術とは全然違う。時って何、和道さんが欲しい時は何、時時間の話、何時って、何の話日本語がわからない。何時って、欲しい時、何を、主語を書いてくれ。あ、何を開発するか。俺はやっぱだからさっきから言ってるけど、VR とカメラが一体型になってるのは俺欲しいね。ロボトミーって今一つよくわからん。あの、脳に穴開けるやつじゃなかったっけ。和道さんのクローンとか、和道さんの型のロボット欲しいとき。いや、俺はクローンなんて欲しくないし、俺自分の分身のほかロボットなんか絶対いらないよ。いらない。欲しくない。遺伝子組み換えで大豆を、線図を開発する。なんだろうね、欲しいもの。なんだろう。クローンワードが旅配信。それはだって別の人格じゃん、もしクローンができたとしても。別の人間だって考えるのが俺はまともな考え方だと思って。同じ体をしたのって双子でしょ。で、双子の人をさ、自分のコピーだって双子同士は考えてないでしょ考えてる双子のさ、兄弟がいた時にさ、これ私のスペックだから、あの、私の臓器ダメになった時のって言わないでしょ。なんでそんなバカなの、発想が。
自分のコピー作れるよ、技術的には。作ったとしてもそこには人格があるんだよ、俺とは違う。でこれ俺の臓器バンクだからっつっても逆だよって言うでしょ、相手側。どう思う、クローン側の気持ちにもなれよっていう。だからその豚とかにやる技術とかでしょ言ってるのって。豚の臓器を人間の臓器にしたりとかそういうことでしょ。まあ豚からしたらたまったもんじゃないけどね。でも別に俺は永遠の命がすごいことだと思ってなくて、人間は死ぬからいいと思ってる。今ワドさんのクローンを作ったとして、ワドさんの今の遺伝子だから若くはならないよね、残念。いやなるよ。え、なんでバカなのドットコムさん、なるよ。あのさ、いきなりクローン作るっていきなり同じ時間軸で俺がボンって分身の術じゃないから、0歳から始まるんだよクローンの方も。当たり前じゃん。だから今作って、今たまたまボンって生まれ落ちたとしたら0歳のワド赤ちゃんが生まれるだけなのよ。なんでいきなり俺の分身がいきなりできるのよ。そんなクローン技術ないよ、どう考えてもないでしょ。いやどう考え、なんでみんなさその飛躍するの、話が絶対若いでしょ。クローン技術を何だと思ってるのよ。今の細胞若くないって聞いた。違う。ああもうなんかあれだな、みんなすごいな、平和だよ本当に。まあまあ全然いいけど、なんかその SF とかのその文系の人の考え方だよね。でもその脳と心臓だから、結局そうそう、マネキンじゃないんだから。そう、脳と心臓だと思ってて、赤ちゃんのままの、わからないからいいやってことは、抱き枕みたいな抱き和道さん欲しい。VR と脳波をリンクさせ、触ったり匂いを感じたりっていうのはできるかな、旅に出たり。いや旅に出るっていうか疑似体験はできるよ。だけどその触覚をとかをいじるんだったら、その脳波に直接アウトプット、要はその電子機能からこっちが脳波に訴えかけないといけないから、それは危ないよね。それはその電脳だよ、まさに言われてる通り。そうじゃなくて、俺は電脳化をするんじゃなくて、なんつうの、フィルターのレイヤー構造を作るだけだっていう。要はカメラで撮った現実を この距離感で映すの。要はディスプレイがあって余白があるじゃん、映画館と一緒なんだよ。ちょっと振り向くともう壁が出ちゃうじゃん、隣の客が出るじゃん。VR のすごいところってカメラをここにつけたら、こうやってやったらこっち側の画面に切り替わるから、リアルと変わらないんだよ。これ言ってる意味わかる？リアルと同じ構造で、ここの映像っていうのは疑似空間だから、何枚も貼り重ねたりとか色調を変えたりとかができるんだよ。いらないものを消したりとかモザイクかけたりできる。旅配信はいつからかね。あのさ、ケニーさんさ、もうさ、俺の配信見ようよ。にわかだよもう。もう何回も、もう100回以上言ってるから、で今さらもうこの時点で旅配信はいつからって聞いてるってね、もう全然見てないんだよ俺の放送。ちゃんと見ようケニーさん。脳をバックするって感じ。だから脳を介入させないんだよ俺のやり方だと。脳は関係ない。いや、なんて説明したらいいのかな。レイヤー構造ってわかる？レイヤーってわかる？レイヤーの説明した方がいい？レイヤーわからない？進化した目じゃないんだよな。あの、現実世界とか画家って、要は昔の画家ってレイヤー構造じゃなかったの。だけど、こう透明のフィルターがある。これ透明じゃねえな、ちょっと汚れてるからあれなんだけど、こういう感じで
ああ、もうめんどくせえな。これがレイヤー構造だよ、これが。これがレイヤー構造だよ、まさに。わかる？これレイヤー構造の。要は、待ってね。レイヤー0。これがキャンパス。これがキャンパスにカメラを載せたの。わかる？これがレイヤー1。これがレイヤー1で。これが現実空間だとして、ここにコメント載せたいなっていうことができるのよ。これがレイヤー構造。だから電脳化だよ。これが。あ、電脳化とは違うんだけど。で、この現実レイヤーをこうやって小さくしたいなとか、こういうこと。これを視覚情報でできるってこと。VR だったら。うん、レイヤーを何枚も重ねることができるんだよ。VR だったら。進化とはちょっと違うんだけど、簡単に言うと、そう、なんて言えばいいんだろう。余白がなくなる。現実と、そのネットの距離感っていうのはディスプレイの中で起こってるからそれが起こるんだけど、VR の何がすごいかって、こう動いたらこっちも画面が切り替わるの分かる？ 360 度。で、ここにカメラをつけて、その映像をそのままリアルタイムで流したら現実と変わらないじゃんっつってんの、俺は。さらに電子空間だからレイヤー構造を重ねられることができるし、その例えば、あ、俺が見てる世界ちょっと変えたいなって思うとするじゃん、うん、ちょっと今日眩しいなって思ったら、こう明るさを暗くしたりとかできるのよ、こういう風に。そしたら便利でしょって言ってるだけ、俺は。便利でしょ。ちょっと暗いから明るくしようかなって、こうやってできるのよ。ちょっとアイラみたいに光飛ばしたいなってできるの、こうやって。ちょっと女の子ブッサイクだから、今からセックスする女の子ブッサイクだから、ちょっと光飛ばそうかなって、こうやって。そしたら便利でしょっていう。わかる？わかった？うん、それだけよ、俺が言ってんのは。うん、脳の伝達は微弱な電気信号だから、外からハッキングできる可能性はあるね。傷つけずにできるよ、全然。うん、だからそれが、その Google がやろうとしてたことだから、 ここになぜつけるのかっていう。今日はパチ屋行かないかな。今日はパチ屋めんどくさいわ。目の前の光景を PC を通したと、そういうことそういうことっす。ようやく伝わった。そういうこと、うん、だからそれができたら手が楽になるっていう、うん、そういうことっす。要はね、なんでスロー需要高いよね。なんでそのそれがすごい重要かっていうと、そのパソコンに貼り付いてる時って、4度目の正直、昨日2円パチンコでガロー打って2時間で3000円が終わった、疲れた。うん、生産性ないよ、パチンコには。消費だよ。だから俺、投資金いくらとか出資いくらとか、投資っていう言い方するじゃん、スロッターって。お前らこれ投資だと思ってんのかって。出費だわって。出費、あと出費いくらとか言うんだったら、予算、出費予算いくらとかだったらわかるけど、なんでみんな投資って言うんだろうね。俺3日間やったけど帰ってこなかったんだけど。投資じゃないでしょこれ。出費だよ、出費。どう考えても娯楽だから、あれは。いや、なんかもう洗脳されてるんだろうね。うん、洗脳されてるんだろうね。わ、出た、うざいやつ。
マーシャル、こいつうぜんだよな。4号機の時代が懐かしいな。ね、面白かったよね。あの頃は面白かったよ。初見さんいらっしゃい。エスパーマミみたくいつか飛べる人が現れるんだろうか。飛ぶ必要がないんだって。例えばさっきの理論で言うと、鉄馬情報送って、そっちの画面レイヤーでこっちで映すからって言って、俺の四角屋にこうやって俺の四角屋を半分にして、そっち側の映像をここに映せばいいんだよ。言ってる意味わかる？あ、今情報送るよっつって、今俺が見てんのこんな感じってなるの。俺ね、今こんなの見えてるよっつって、こういう映像を送るんだよ。こういうのができるようになるの、わかる？あ、今そんな、そっちそんな感じかって。これが、その、別のカメラだよね。わかる？っていうのを100人単位とかでやったら面白いじゃん。まあ、交通事故起こすけど。言ってる意味わかるかな？これってカメラが2つあるから、目が2つある状態なのよ。目が2つある状態なのね。わかる？これなんかみんな見慣れてるからそういう発想ができないかもしれないけど、2つの視点から、そう、スカイプビデオの延長だよ。だからそれをどう捉えるかなんだよ。ほら、目が2つあるのと一緒だから。だから極端な話を言うと、人間って目をいくつも作れるようになってるんだよ。カメラの数が多ければ多いほど目を作れるんだよ。ただそれを受信できるか、見やすいかどうかっていう視点だけどね。おお、ぜひぜひ、よろしくお願いします。会場で声かけてください。そんな時代も来そうじゃないんだって。今やってるじゃん、俺。今目の前でやってるじゃん。そんな時代が来そうじゃないんだよ。技術的に今見せたじゃん。なんでわかんねえんだよ。来てるんだっつうの。俺今リアルでやってるだろ。それを VR つけて、なんでわかんねえのかな。みんなが VR つけるだけだっつってんの。そんな時代が来るじゃないよ。これを VR で見ればいいだけでしょ。なんでわかんねえんだ俺の話。びっくりするわ、ほんと。まあいいや、面白いわ。それがメガネの状態ができたら楽しい。できるんだよ。VR でできるんだよ。だから VR にカメラをガムテープで貼ればできるんだよ。いや、バカだとは思ってないけど、俺が言う、主張してることが全く伝わらないから。なんだろうね。だからそれをやりたいんだよ、俺は。でも VR 高いし、VR と USB でそのカメラを接続したり、パソコンを接続したりっていう設定が多分面倒いんだよね。だから簡単に言おうか。じゃあみんなイメージしてもらいたいんだけど、イメージしてもらいたいんだけど、いくよ。みんなが VR で見るの。要は今はね、みんなイメージしてね、今 VR つけてると思って、今ディスプレイ見てるけど、ちょっと頭を使って VR つけたっていう感覚。OK？ で、俺がこうやって頭に、あ、今頭のこめかみつけてんだけど、こうやってやったら俺と脳みそがリンクしてるのわかる？ VR っぽくなったでしょ、急に。俺が言ってんのこれ。要は自分が VR つけて、自分のカメラをつけたらこういう風になるのよ。面白くない？面白いでしょ。俺がやりたいのはこれなのよ。言ってる意味わかった？急にリアルになったでしょ。わかったでしょ。で、これができるようになると、何ができるようになるかっていうと、これができるっつってんの。ちょっと待ってね。その言葉で説明しないで体感で言っちゃった方が早いから。要は2カメがあると、こういうこと、こういうことができると。ちょっと待ってね。要はこういうことができるのよ。これめっちゃ便利じゃん。これよ。便利でしょ。これめっちゃ便利でしょ、みんな。これよ、俺が言ってんの。わかった？伝わった？
分かったでしょ、めちゃめちゃ面白いでしょこれ。俺はこれで旅配信とかも配信を2つやりたいの。外カメをこっち側にもカメラ伸ばしてこうやって映せばいいだけだから。伝わったでしょ。そう、互いの視覚情報も共有できるし、もうパソコンがいらなくなるんだって。 VR にパソコン詰め込んでヘッドギアみたいにしちゃって、で動かしちゃったら楽じゃん、うん、楽でしょこれ。そう、こういうこと、うん、分かった、 OK、うん、だハメ撮りだよ簡単に言うとAV でハメ撮りってあるでしょ。ハメ撮りだよ要は。ハメ撮り、そう、リアル感がすごいでしょ。でワドを顔写してって言ったらこうやってキャプればいいんだから。映像2カメだから、2カメが絶対必要なんだよね。カメラの数は多ければ多いほどいいから。よかった、伝わってよかったわ、うん、そう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 、あ間違えた、でもね実はねウェブカムね、あのアクションカム買おうかなと思ってんだよね。今さ、そのこうやって手でくっつけたけど、アクションカムってヘッドバンドでつけられるんだよ。で実はあれウェブカメラだから、外配信あれでやったらねブレないんだよね、すごいいいんだよね。だ人間ドローン、人間ドローンだよね和ドローンだよ、和ドローン。でもそれの欠点もあるから、要はその配信に載せるっていうと、その俺が見てる視覚だから結局リスナーさんの顔とか通行人とかバンバン映っちゃうんだよねやばいじゃん、モザイクとかかけらんないじゃん、笑い男じゃねえんだから俺がさ、その場でリアルタイムでバーってハッキングしてったらすごいじゃん、 そいつらのモザイクを一人一人にかけられないでしょ。おい、トカゲのおっさんいらっしゃい、わかりやすかった、うん、そう、それが俺がなんか一番欲しい技術なんだよね。要はもう手に持ちたくないっていうか、うん、もうこ、要はこれもそうじゃない。要はヘッドギアで視覚情報を遮ってるけど、俺なんだよ、うるせえな、スカイプ、あれログアウトしないか、オフラインと、うん、そう、だから音の空間の支配と映像の空間の支配できたら、脳みその9割型の情報はできるから。あとまあ触覚とかね、嗅覚とか味覚とかは無理だけど、スノーみたいに映ったら顔に何かをかぶせられる機能があれば、スノーみたいに、ああだからまあそのアプリで開発は可能だと思うよ。だから顔っぽいものを認識するのはもうカメラに内蔵されてるから、オートフォーカスとかで顔認識とかあるじゃん。で顔っぽいものが映ったら黒く塗りつぶすような自動的なものが開発、技術的にはそんな難しくないと思う、全然余裕だと思う。でもそこに需要があるかどうかだよな、簡単に言うと。そこに需要あるのみたいな。まあそれをやる人って一部の配信者だけだから。スノーがあるってことはそれはできるってことだもんね。でもあれなんだよね、俺今一番欲しいのが実はね、みんなのコメントを横に流してニコ生っぽくする機能がめちゃめちゃ欲しいんだよ。それ誰かやってる人いない、配信者で。みんなのコメントをニコ生っぽくさ、コメントバーって流してる人いないのかな。
あの機能がめっちゃ欲しいんだよね。やっぱりコメントが横に流れるっていうのはいいよ。うん、なんか映像をもっとうまくやりたいな。シンゴジラの第4形態に自衛隊ヘリで攻撃してるシーン見てるんだけど、ここ何回見てもガンダムとザクの戦い。あー、俺かな、ガンダムあんま詳しくないかな、わかんないな。ガンダムはあのオルフェンズしか見てないんですよ。オルフェンズも最後まで見てなくて、やっぱファーストガンダム見ないとダメなのかな。みんなファーストだって言うもんね。横はないか。新やつはこれをなんか透明にしてるって聞いたんだよな。どうやってやってんだろう。新やつはね、なんか透明、透過させてるって聞いたけど。ファーストとゼータが面白い。順序、上に移動、最上部、あ、変換。変換。画面に合わせる、引き伸ばしておく、中央に置く。境界線まで引き伸ばす。あ、ダメだな。大きさ変えるしかできないな。これどこまでできんだろう、このソフト。いろいろいじってみようかな。なんだこれ、なんだこれ。あ、なんだなんだ、何これ。スタイルシート組めるの。え、マジで、すごっ。スタイルシート組めるんだ、やばいな。富野、ゲームキャプチャー、え、ゲームもキャプチャーできるじゃん、やばっ。え？え？ゲームキャプチャーできんの？あ、やばいなこれ。すげえ機能。うん。X スクリプトじゃないんですよこれ。OBS？ OBS なんですよこれ。メディアソース。メディアソース。メディアソース、ローカルファイル。動画か、これは。メディアソースは。音声入力。色ソースってなんだろう。あ、真っ白になっちゃう。はあ。この機能いる？色機能いるか、これ。色機能いらないでしょ、これ。これ何？これ確実にいらない機能でしょ。なんだこれ、なんだこれ、何に使うんだ。あ、こうやって使うのかな。あ、これこうやって使うんだな多分。あ、分かったわ。あ、多分これだわ、うん、多分これだ。前にブロック崩し、あ、あれはやってたけどね、ちょっと仕組みが違う。こういうことだね。この機能いるか？なんだろうね、この色っていうの。この機能はちょっといらないな。他に何ができるんだろう。まあ使いこなしてないかな。色ソース、翡翠章、テキスト。翡翠章、テキスト。翡翠章はいいや、うん。絶対違う？なんだろうね。あ、背景色？なんだろう。いろいろ使えていいよ。無料でここまでいいのが使えるってすごいよね。シーン、シーン、無料でここまで使えるのすごいよ。俺このソフト感動したもん、ちょっと。今何でも無料だもんな。どうやってお金儲けてんだろう。なんで無料でこんなすごいもん開発しようと思うんだろう。
モチベーションがすごいよね。VJ 系のソフトと合わせると面白い。無料じゃない。おー、無料でどこまでできるかが面白い。金かけたら負けだと思ってるから。無料でどこまでできるか。ただほど高いものはないというし、何かあるのかな。何なんだろうね、うん、どこでどうやって儲けてんだろうね。俺腹出てるよ全然。これでもだいぶ引っ込んだよね、うん、腹ボーンだったもん、うん、これでも6キロ7キロぐらい落としたよ俺。プログラム完成したけど実用性測るために無料で配ってる。あーあーおお。X スプリスクリプトはあのロゴが入っちゃうのよ無料版だと。で俺はロゴ入れたくねえっていうこだわりがあったの。変なこだわりなんだけど、くだらないこだわりかもしんないけど、ロゴ入るとなんかダセーなみたいな、うん、まあそれはね。有料版だと1ヶ月え1年でいくらだっけ、3000円かな、うん、Mac だったら無料であったんだけど、でいろいろ探してたらやっと見つけたんだよ OBS、うん、でも操作めちゃめちゃ簡単だよこれ、うん、そうロゴ入ったら嫌じゃん。なんかこれができるのは結構いいよ。フェードインフェードアウトって、だってボタンワンクリックでさあ今映したくねえっていう時さこうやってできるんだもん。いいじゃん、これは結構助かる機能。1個のボタンでねその設定をストックできるのはすごい楽。ウェンドル太郎さんがうまく、これかっこいいでしょ、うん、ウェンドル太郎さん結構うまく使ってるよ。外カメ、多分2、3カメ使ってるんだよ、うん、ていうかレクチ寝なくて大丈夫寝るって言ってたけどあれだぜ、夕方集合でしょ、夜勤明けでしょ、映画頭に入んないぜ、うん、3カメ、うん、カメラの台数は多ければ多いほどいいからね。映画館で寝るのはもったいないよ。今回の映画俺本腰で見たいもん。2、3回見るかもしんない。あとはあれかな、製品化する前にさっきの色付けたりこれいらねえじゃんっていうユーザーの反響を集める。あーどうなんだろうな。俺超人がいい人が作ってる、天才で人がいい人が作ってるとしか思えないんだよな。無料でいいよって。今ビール飲んでる、寝酒か、いいね、うん、ビール一人で飲む派なんだ、うん、免除さんね引きのアングルだからね基本的にすごい遠くから映すんだよね。なんかヘアアピールがすごい。まああの部屋かっこいいかな普通に。免除さんセンスあるんだよなすごい、おしゃれだし。
ていうかさ、便所太郎さんってなんであんな幼児山本の専属モデルとかやってんの？あれなんなの？俺もやりたいんだけど、ああいうの羨ましいんだけど、普通に なんなのあれ、なんで幼児山本の服のモデルなの？誰か知ってる？前からなの？配信者ってモデルも兼業とかする時代なの？俺もなんかデザイン、専属のデザイナー誰かいないの？リスナーで。俺の専属リスナー、俺モデルやるよ全然。ダメ？なんか俺、どんどん俺を使ってほしいんだよ本当に。全然やるから仕事ちょうだい、仕事ちょうだい、みんな。なんか自分なんかね、コラボしようよ、なんかコラボ、仕事ちょうだいみんな、俺に。なレクチとかも自分の曲を俺に提供して、フリー素材で宣伝するから。俺のあれだよ、配信の BGM 作ってよ、うん。マンションなのかな、アパートなのかな、うん、どうなんだろうね。すごいよね、あの部屋はこだわりすごいなと思って。遊び人の部屋だよね。男作りたいけどミックス下手。あーミックスか、あなるほどね、うん、全然ミックス俺できるよ、うん、あそうだ、ライブどうだったの？ライブ終わったでしょ？ライブどうだったの？成功したの？なんでチケ行くっつったのに全然連絡くんねえの？ライブ成功したの？俺今日朝さ、ドレさんに聞いたんだよ。すごかったよ今日のドレさんの話。ドレさんの放送見てた？今日の。俺もう今日震えたよ、ちょっと感動したよ。もうドレさんやばいな、何者か全然わかんないよ。あのね、これみんなマジでびっくりするよ、超ニュースだよ。あのね、船木とヒクソングレイシーの試合知ってる？船木さんっていう、その昔なんだけど、船木とヒクソングレイシーが戦った伝説の試合あるじゃん。あれヒクソングレイシーに試合のルールとか、その出場の交渉とかやってたのドレさんだったらしいよ。震えない？裏でヒクソングレイシーにルール、要は何分でどうで肘ありとか全部、その海外のその英語とかでやり取りしてたの、英語かなん、スペイン語か分かんないけど、それをやってたのドレさんなんだって。で噂では聞いてたんだけど、えでしょ、あ俺だよっつって、いやヒクソンの噂本当なんですかって言ったら、あそうだよっつって、何者なんだよっていう、っていうか俺あれだよみたいな、なんか なんだっけな、ちょっと分かんないけど、総合格闘技の立ち上げもなんかルール作ってた人なんだって。マジで謎だよねあの人。パンクラスのルールの立ち上げとかもやってたのかな。ちょっとごめん、それあのご情報になったあれだから本人にね、あれだけど、今日の放送のタイムシフト残ってたら見てもらいたいんだけど、と思って、うん、あのぶっちゃけさ、あの
六本木のさ、第1回の時かな、練習あったじゃん。そしたらさ、カメラ回ってないところでさ、金メダリストの吉田さんってわかる？吉田選手、金メダリストの人、総合格闘技の人いたじゃん。あの人が子連れでいてさ、先生おはようございますって言って、ドレさんがおーみたいな感じ。なんか人脈おかしいだろみたいな。ね、本名知らないかんね俺。雑談たぬきであれだよ、女の子にパコらせてっていう、赤ちゃん言葉でパコらせてって言ってるメールしか見てない、本当に謎だよなドレさん。てか俺思うんだけど、そのドレさん普通に生主じゃなくてプロダクション入って芸能界とかいたら、なんかね普通に芸能活動とかできるような人なんだよね。じゃだと思わない？なんか生主じゃないよ。なんかそのその夏のもっと生主ってダメなやつが集まるところなんだよ。トレさん全然ね、社会経験もあるし、なんつうの、語学も堪能だし、経営の経験もあるしさ、なんか結構変って言ったら変かも、変っていう言い方おかしいけど表現がね、なんかおーね、六本木住み、六本木かどうか分かんない、赤坂かもしんないし、あの辺だったら、まああの辺界隈だと思うけど、まあ、港区住みだろうね。うん、謎だよねほんと。金ねえとか言ってるけど絶対嘘でしょ絶対金あるでしょ。嘘くささしかないもん。廃棄の弁当と、廃棄の弁当じゃない、割引の弁当食べてるって言ってるけど絶対嘘だよ、うん、いい服とかいい靴着てるもん。騙されない、本当の貧乏人の俺からしたら絶対、俺のスカウターはね騙されないよ、俺の貧乏スカウターは、うん、騙されてたまるかって。なんだろうね、なんであんなその社会的に成功した人が生主で成功したいってなるんだろうね。変な時代だよなとか思って、うん、トレーニングウェアとかもしっかりしてるもんね。そう、なんか設定に無理があるんだよねなんでそのなんつうの、その生主としてそのなんだろう、なんつうの、その生主スペックに従うのかは分かんないんだよね、設定を。生主でなんで生主やりたいんだろうみたいな。絶対さ、普通のことやってんのも詳細、ビジネスマンとしての詳細もあるしさ、人脈も絶対あるはずなんだよ。で、うまくいくはずなんだよ、どう見ても。うん。なんで生主なんだろうっていう。不思議でしょうがないんだよね。あんなにそのね、才能も人格もある人が。面白い人だわ本当に。生主ってね、人生の墓場だもんね。アメリカがシリアにミサイル50発ぶち込んだ、マジで言ってんの？え、マジで？いつ始まるのか。俺だけどあれだよ、予言してたけど、戦争絶対起こるよ、今回の政権は絶対戦争バンバンやるよ。アメリカミサイル、え、マジで言ってんの？え、それニュースどれ？激下げ？トランプは絶対仕掛けるでしょ。いや、ドレさんは本当に天然だと思う。ドレさん絶対認めないと思うけど、天然じゃないよって言うけど、もうその発言、天然な人って自分の天然認めないんだよね。超天然だよ、超天然。ヤフーにある、マジで言ってる。あー、やばいぞ。てか日本も巻き込まれるぞマジで、そろそろロシアぶち切れるだろうね。ありがとう。あ、そう。うお、マジか。おう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 おお。マジか。短いニュース。ワシントン時事。米軍がシリア国内標的に
うおすげえな。マジか。あ、マジか。すげえな。戦争だな。とっぽいな。いやいや、笑えないよ、本当に。全然、全然あるよ。北朝鮮にいつミサイル撃ち込まれてもおかしくないんだよ。日本って。本当に。第3次、まあ、始まってもおかしくない。学校で銃剣道してる第3次世界大戦起きるかも。まあ、起きるよね、全然ね。こんなパワーバランスぐちゃぐちゃになって。でもね、もうね、これは戦争しかないんだよ。もうこんだけぐちゃぐちゃになってんだもん。世界中が、先進国が。もう戦争だよ。火種が欲しいだけだから。うん。北朝鮮に対しての牽制。ああ。まあ、しょうがないよな。うん。まあ、日本は平和ボケしてるからね。うん。あ、わかるわかる。第3次世界大戦。ワールドウォー3でいいの。まあ戦争になるのかな。戦争は工業授業だからね、公共授業だから、シェルター。いきなり核は使わないんじゃないかな。うん。ああ、ぜひぜひ、ラクダさん、よろしくお願いします。今後とも末永く、よろしくお願いします。雇用統計前になんてことしてくれんだよ。ドル円下がっとるやんないけ。あー、やっぱ FX やってる人は悲鳴上がる感じなんだ。そういえばなんかこの時間 FX 配信者やってるはずなのにほとんどやってないね。瀬戸際さんがやってる。え、結構みんな悲鳴上げる感じなの、これは。北朝鮮と日本政府は裏でつながってとかの話あるみたいね。あるでしょ、そりゃ。うん。あ、そう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 。横田めぐみさんって、あの、天皇の家系なのね。あの、横田めぐみさんのお父さんとお母さんよく出るけど、そのお父さんが日銀の総裁やってんのよ、もともと。で、あの時代の日銀総裁っていうのがどういうことかっていうことだよね。うん。だから、あの、なんつうの、もうそもそも北朝鮮っていう国自体がさ、日本が作っちゃった国なんだから。うん。そう。PMC が普及し始めて、ますますビジネス化が加速した。PMC が分かんないっすね。うん。うん、だからそういう出せない話があるの、うん、朝鮮系っていうかさ、だからその日本がさ、その韓国っていう国も北朝鮮っていう国もなかったわけじゃん。そうそう、もともと日本だった。だってあれだよ、そのキム一家なんか日本に親戚いるじゃん、おじさんとかが。あ、民間商事会社普及し始めてますますビジネス化が加速した。うん、なんだっけな、誰かが言ってたけど、金型がすごい重要なんだよね。中小企業にカモフラージュしてるけど、あの、金型が命らしいよ、その。なんか、要は、鉄鋼業が軍事産業と結びついてて、その技術を海外に取られちゃいけないみたいな、そういうなんか、情報戦の話がすごい面白かった。なんか俺なんだかよくわかんなかったけど。
ただそれを国が守らないといけないみたいな、あ、そうなの？知らなかった全然。え、それは何？ラストエンペラーのこと？天皇って二人いたの？え、抜け作さんそれ語ってよ全然。面白い。なんか俺さ、そのとんでも系の話していい？ちょっととんでも系の話になってもいい？とんでも系の、とんでもない話していい？なんかその2チャンネルをずっと深掘りしていったらとんでもない YouTuber に出会ったんだけど、あの卑弥呼の話なんだけど、あの鉄のさ、なんだっけ、銅鏡ってわかる？銅鏡、国宝になってる卑弥呼がその使ってた 銅の鏡ってあるじゃん。あれがいかにやばかったかっていう。なんでその銅鏡が三種の神器、要は三種の神器ってあるじゃん、日本の。あの刀と、勾玉と鏡でしょ。 AV 女優どういうこと？で、その銅鏡ってみんなその鏡になってる裏面を見てるわけじゃん。裏面に模様が入ってるんだけど、そう、占いに使ってたっていう鏡なんだけど、そのね、ブロガーはその陰謀論系の人なのよ。で、結構ガチですっごいその自己研究をしてる人で、英語もベラベラで海外に向けてもやってるんだけど、それが結構ぶっ飛んでて面白かったの。アクセス数とか全然ないのよ。動画の再生数とかもひどいんだけど、そのオカルト板みたいなのですごい有名になってて、で、その動画を俺3時間ぐらい見たの。面白そうだから。香ばしいじゃん。だってアクセス数3000とかさ、いい動画で3万とか2万とかの、もうおじいちゃんなのよ、しかも。で、何やってる人だったっけな。まあ、独自でそういう研究をやってる人なんだけど、でもね、それがね、結構ゾッとするんだけど、要はね、もう結論から言うと、その人の主張は、卑弥呼は宇宙人だっていう話なの。面白いじゃん。卑弥呼は宇宙人、もしくは宇宙人と接触してるっていう話なんだよ、一貫してるのは。で、それの裏付けにいろんなその本人の独自の研究を出していくんだけど、その人がメインでやってるのは LINE って言って、 Google マップを使ってその線と線がどう結ぶのか、要はピラミッドのさ、三角形が直線とかホストリンクしてるとか有名じゃん。あんなもんじゃないのよ。日本も有名なの、神社がその直線で囲まれてたりとか、よく聞くでしょ。あ、もう本当にとんでもなくて、その Google マップでこことここの線を結ぶとこれで、ってこれ1ミリの誤差でこんなことってこの距離だとありえないっていうことをずっとやってんのよ。だから要は宇宙からの目線で誰かがコンタクト取ってて文明が栄えてるというのが主張なんだけど、その銅鏡のヤバさっていうのが、銅鏡のさ、取っ手みたいな丸いポッチがあるの分かる？丸いポッチがあるの。これ話していいのかな、大丈夫かな、命狙われないかな。丸いこう銅鏡、あ、いや俺 Google 画像引っ張ってくるわ、めんどくせえから。ちょっと待って、ちょっと待ってね。卑弥呼の銅鏡、ちょっと待ってね。卑弥呼の銅鏡、それがその中国大陸から来たもので日本古来じゃないとか、いろんな、なんかいろいろ言ってたんだけど、俺はちょっとその辺よく分かんなかったからあれなんだけど、どれだろう、ちょっと待ってね。線で結ぶと皇居は寺に囲まれて線で引く六芒星、いや、それが世界レベルで起こってんの。そんなレベルじゃないのよ。
それがそう日本だけでもすごいんだけど世界レベルで起こってて、要は明らかに宇宙人が技術介入してるとしか思えないっていう、その空からの目線だっていうのとその同郷の話がリンクするんだけど、それがね結構引くんだよ。ちょっと待ってて、あった。俺もそれ写真でしか見たことなかったから知らなかったんだけど、ちょっと結構とんでもない話だから、引かないでね。マジで結構とんでもな話するから今から。まあ、こんな話する生放送あんまねえよな。千葉さんぐらいだろうな。千葉さんぐらいだろう。画像。六芒星になるとかいうレベルじゃないんだよ。なんで卑弥呼がその国を作れたかって話なんだけど、こういう感じで丸いポッチがあるじゃん。これで OK？ 銅鏡っつったらさ、裏面こういう風に模様がいっぱい入ってるっていう認識で OK？ これ拡大したやつなんだけど、これその人のブログがすごかったんだけど、これさ丸い取っ手だと思ってたじゃん。要は飾りだと思ってるじゃん。みんなそうだよね。パッと見さ、この丸いポッチの部分ってさ、この部分あるじゃん。ここの丸いポッチの部分、これ日本地図とビタビタにリンクしてるって知ってた？ 超怖くない？俺、これ見たときゾッとしたの、その人の。要は、Google Earth で、これと重ねるのよ。ビタビタに合うの。超怖くない？マジなの。引くだろ、ちょっと。引く話だろ。で、その人がずっとだから、宇宙人の介入の話をずっとしてんのよ。いや、って話でしょ？えって話でしょ。いや、それがその本当に ビタビタに合うんだよ。その半球だから半球なんだけど、半球だからこれ、これってただの道具じゃん、道教じゃないと、儀式じゃないんだと。こいつら宇宙人との契約とどういう意味があるんだろうってさ、その時さ、日本がその文明を持っていなかった時に、その世界、要は、じゃあちょっと待って、しかもね全部意味があって、カレンダーになって月の暦とかにもなってたりするんだよ。あれただの模様じゃないの、全部意味があるの。だからそのなんつうの、三種の神器っていうのかな。その要は占いなんていうレベルじゃなくて、やつらはその宇宙人から知能を得てたみたいな話なんだよね。そのおっちゃんの主張が世界地図なんかないんだよ。そう、でもその動画をキャプって解説したいんだけど、そのおじさんの頑なな主張で、その天才禁止なんだよ、その人。要はテレビ局だろうと何だろうと、この情報はこれだけを見てくれっていう。だから俺もできないんだよ、その人の動画を見ながら解説したいんだけど、キャプれないんだよ。そう、そのおじさん、その結構そのなんつうの、そういう考えで有名な人らしくて。まあだから動画の再生数がね、伸びないっていうのもあるのかもしれないけど、結構やばい情報をね、バン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 話してるんだよね。引くでしょ、ちょっと。だから、ああ、宇宙人いたのかなーって思っちゃうよね、やっぱり。まあ、宇宙人と直接結びつけるのはあれかもしれないけど。YouTube だね。なんて人か忘れちゃったんだけど。すごい面白かったよ。まあ、ずーっと何時間も、その Google マップに線引いてるだけなんだけど、普段は。線と線を結んでいって、そのピラミッドの角度であったりとか、その古代文明みたいな遺跡の角度とかを全部測っていったりとか、その、要は線なんだよ、その人は。線が大好きなの。とにかく線を結んでいくの。例えばそのブッダであったりとか、その何つうの、ブッダが住んでた頃のその遺跡とかを全部調べていったりとか、だからそのね、タイトルが「釈迦は宇宙人」みたいなタイトルだったんだよね。それで俺が興味持ったのかな、釈迦は宇宙人だったみたいな。 なんだそれと思って。
クリスタルスカルはもうあのバレちゃったね。あれは大パーツも地球上の技術では作れなかった。その時代あれじゃない、あのね、ロストテクノロジー、大パーツとは違うんだけど、ロストテクノロジーみたいなのはいっぱいあるの。俺ね、実はね、大パーツよりもロストテクノロジーの方が好きで、例えば日本刀って再現できないんですよ。ダマスカス鋼とか、要は昔の技術で確実にもうあったっていうんだけど、その作り方を失っちゃったものっていっぱいあるんだよね。材料は分かってるんだけど、どうやってこの時代これを作ったんだみたいな、左右対称で当時の技術では考えられんとか。いや、左右対称とかはね結構簡単に作れる。なんだっけなあれも簡単なんだよね。あ、なんだっけ、ナスカの地上絵も簡単に作れるんだよ。そう、あとモアイの石像も移動方法はもう解明されてる。そう、左右対称系はねそんなに難しくない。だから俺ら庶民には知らせない何かがあるんだよ、やっぱり権力者には俺らには教えない何かがあるんだよ。まあ、俺らのイメージだとさ、なんか文明がない時代だから鏡を持った女の人が祈祷をして、 ありがたやっつって国が生まれたんだなーって勝手に思い込んでるじゃん、そう教わってるから。でもよく考えたら昔の人もそんなバカじゃねえだろうみたいな。日本刀ってなんで作れないの？あのね、日本刀が一番多かったのはあのなんだっけ、豊臣秀吉とかそのなんだ関ヶ原の戦いの頃があの刀の数が一番多かったんだけど、実は刀の質が一番悪かったのもその時代の、まあ、単純に考えたら分かるけど大量生産だから。で、一番日本刀としてその価値が高いし技術力が高かったのは鎌倉時代の刀って言われてんので、鎌倉時代ってさもう相当前じゃん。でその頃のそのなんだ鍛錬の仕方であったりとかその方法っていうのが途絶えちゃってるんだよ。そう、だから作り方がわからないっていう、日本刀の作り方がわからないんじゃなくて、そのすっごい良かった時代の成分表とか何を分析してもこれどうやって作ったんだみたいな、そういうことね。そういうのをロストテクノロジーって言うんだけど、あ、全然あるんだよ。ロストテクノロジーってそんな珍しい現象じゃなくていろんなものがあって、例えばダマスカス鋼って言ってその日本刀みたいに有名な刀があるのね。相当終始負けでした。ロストテクノロジー、ロストテクノロジー何があるかな、ちょっと見て検索してみようか。要はその書類残さなかったってやつだね。ダマスカス鋼、あ、ギリシャの火薬ね。あのギリシャの火薬もなんかすっごい火吹くやつがなくなっちゃったとかね、はい、それはどれだ、ロストテクノロジー、なんかそれっぽいのがないな。あ、いってらっしゃい、ラクダさん。日本のこと、あ、戦艦ヤマトのあれもそうじゃなかったっけ。戦艦ヤマトのなんか大砲かなんかも確か作れないって聞いた気がするよ。思い出したわ。
有名なのだと。だからそう、結構新しい技術でもあるんだよ。ヤマトの大砲だったっけな、なんか再現できないんだよねあれ、うん、そうだね。ダマスカス港はね有名だよね、うん、だからそれをなんかその文様が特殊なんだよね、あの綺麗なんだよね。だからそれっぽい柄っぽいのはできるんだけど、その昔のそのちゃんかだからあれじゃん、ゲームとかでもダマスカスナイフとかよく出てくるじゃん、うん、伝説なんか後半になるとすごい強い武器で出てくるよね。あーやべえ、なんか頭が眠い。うん、そう綺麗な刃物なんだけど、その日本刀と同じくらい有名で、あの折れないし、その切れ味がやばいっていう、そのインドのナイフだっけあれ、ダマスカス鋼って確かインドだったかな、うん、あれはもう再現不可能って言われてる。どうやって作ってたんだろうね。ダマサカスとついをなす、ダマされるルカスだっていうのはないのかな。いや、ないですね。寝ようかな俺も一回。あ、今寝たらでもやばい予感がする。そうだね、映画見に行く前に少し寝たいっすね。そうっすね、ちょっと髪なんかね、睡眠が浅かったんだよね。夜中の1時ぐらいに起きちゃって、でドルさんの放送を見ながら朝まで過ごしてたんだけど、うん、高架機動隊のグッズ出てないのかな。アメリカの映画だからグッズは出てねえのかな。もったいないですよね。でも最近もうなんか映画館で寝ないのが辛くなってきたよね。映画館寝ちゃうよね、つまんない映画すぐ寝るもん。多分寝ることはないと思うんだけど。いやー、今年一番期待してる映画だからな。今年一番でしょう。去年からずっと言ってたもんね俺この映画。パンフレット買おうかな、どうしよう。え、みんなさ、物欲とかどう？物欲ある？なんか欲しいものとかある？どうしても欲しいものとか、時計でも車でも家でもフィギュアでもパソコンでも何でもいいんだけど。
どう？じゃあちょっと欲しいものシェアをしようよ。欲しいものシェア。なんかみんながこれは欲しいみたいなさ、たくさんある。何ある？例えば。ショップって映画のグッズだけ販売するけど、その映画の関連グッズも売ってくれよと思う。確かに。めっちゃある。シェアしようよ。俺も何個かある。でもあれだね、年取ってくるとだんだん手に入ってくるから、だんだん減ってくるよね。オメガの時計。にゃ、オメガ。渋。オメガの時計か。オメガのなんて時計？スピードマスター。 スピードマスター定番だよね。まあ、オメガかっこいいよね。でもさ、この時代にさ、腕時計っている？いらなくね？ダイヤの指輪？女の人でオメガ、女性用のがあるのかな？はい、こんにちは、サンタロさん。いらっしゃい。だんだん物欲がなくなってきたね。まあ、欲しいものあるけど、ほとんど包装関係の機材とかなんだよね。まあ、それを物欲っていうのかもしれないけど。なんかその、娯楽品っていうのかな？なんつうんだろう。そういうのでね、あんま欲しいものがなくなってきたんだよね。男性用か。かっこいいかもね。ちょっといかつくならない？大丈夫？スピードマスこれ腕時計何々欲しいってあんま思ったことないかな。時計でもしてる人おしゃれだよね。が好きなんだけど、ライトセーバー集めて、それはいいな、それはいいね。そういうのが聞きたかったね。いいね。アホっぽい、男っぽいな、バカっぽいな、それ。わかるわ。ね、なんか超かっこよく並べたいっすよね。壁とかにこう横じゃなくて縦にこう並べたりね。でいつでもこう手に取れるようにね。すげえわかる、そういうの。なんか部屋に、そう、スター・ウォーズ部屋みたいなの欲しいですもんね。誰のライトセイバーが一番かっこいいんですか？スター・ウォーズ好きな人ほんと好きだからな。でもライトセイバーの発想はあれはかっこいい。みーちゃん、こんにちは。おはよう。ライトセーバーの発想はかっこいいね。でも俺、ハーレー・ダビッドソンはやっぱオーナーになってみたいな、俺。やっぱ子供の頃の憧れだったから、ハーレーは。一回ハーレー所有して、で、じいさんになったも乗ってたいかな。なんだろうね、あのハーレー・ダビッドソンのかっこよさ。ズゴゴ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 
車で欲しいとかあんまないけど、ハーレーはやっぱ乗りたいもんな。
夢で言うなら魔法の杖。ノンタンと同じこと言ってる。個人的には老後のオビワンが使ってたやつ。ヴィランで言うと、でもさ、カイロレンの使ってるそのライトセーバーってなんか構造上絶対ありえないみたいな感じで論争が起こってるんじゃないの？あの、要はライトセーバーって確かその要はビームみたいなのが出てからこうなるわけじゃん。で、そのなんつうんだ、絶対接触しないはずなのに、どなんつうんだろう、そのこうクロスしてるからどういう風に作ってるんだみたいなことで揉めてなかったっけ？なんか二ちゃんのスレかなんかでなんかすごい大論争が巻き起こってなかった？カイロレンのライトセイバーってこう出てこう出るっていうことは、これどうやってつながってるんだ内部構造みたいな、なんか論争が起こってた気がするんだよな。どういう風に結論がついたのかわかんないけど、よっさんの杖いらないでしょ。あと部屋にもうそれこそ日本刀所有したいな。日本刀、俺日本刀大好きなんだよ。なんかあれすごくない？美術館とかで見るとさ、日本刀ってあれなんか生きてない？あれあれ生き物だよね多分。なんかね、すごい念を感じるの日本刀から。わかる？なんかあれこもってるよな。なんかやっぱ人切り包丁だから日本刀好きだわ。あの鈍い光っていうの、なんかもう生きてるとしか思えない俺は日本刀は。あれは警察に届け出を出してるのかな。どうやって所有するんだろうね。日本刀は別に届け出したら所有はできるんでしょ。ヤフー、ちょっとアマゾンで日本刀検索してみようか。ねえ、ゾワッとするよね。なんだろうね、何回か見たことあるんだけどね、なんか血が騒ぐじゃないけど、なんかこれ生きてるぞみたいな感覚するもん。でもいい日本刀全部持ってかれちゃったんだよね、あの第二次世界大戦の時にね。アメリカ人が価値わかんなくてかっこいいっつってアメリカ人が持ってっちゃったんだよね。名刀がほとんどないんだよ日本って悲しいよな。設定ではカイロレンが使ってたのはライトセーバーが作られた初期型のクロスガードってデザインで、カイロレンはそのデザインにこだわり制作したけど安定しなくて不安定なライトセーバーなんですよ。長文ありがとうございます。なるほど、設定があるんだちゃんと。初期型ライトクロスガードっていうデザイン、俺がな、スターウォーズ見たことないかんな。スターウォーズ見ようと思ってて、で YouTube で予告編とか戦闘編みたいなのを5時間ぐらい見たら、なんとなくストーリーが分かっちゃったっていう。そう、一番かっこいいシーンって5分ぐらいの動画にまとめられてるじゃないですか。で全部見たんですよ。
そう、全部見たらなんとなくストーリーが全部分かっちゃった。だからね、細かいところは分かんないけどね。だからセブンから見ようかなとか思ってるんですよね。だから俺が最初に見たあのなんだっけ、ファなんだ 1のやつ見ちゃったんだよね。456123で見ないとダメだよね。1から見て全然面白くないってなっちゃって、途中で見るのやめちゃったんだよな。もったいないことした。いやー、もうネタバレっつうか、もう追っかけていったらなんとなく分かりました。どうなんですかセブンは。なんか賛否両論ある感じですけど、ディズニーに配給が変わったスターウォーズ。評判いいですよね、なかなか。あ、個人的に好き。セブンからデビューしようかな。でもセブンで引退した人もいるからな。あ、じゃあそろそろ放送終わりにします。一旦休憩します。多分ね、夜ね、興奮して光学機動隊の話すると思うんで、ぜひ見に来てください。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。